まだアスカだ。ポン。お、シンジ君かな。なんか特攻お願い。マジで。これが来ちゃいましたよ。これが来たってことは、はいどうも、妖怪チップニップに今回もやっていきます。今回ね、ガシャ回していきたいと思います。さあ、カツカット無課金攻略。ガイウスの槍出現率超アップが来てますんで、一応ねこの3番目のアカウントはゲットね、すり抜けでゲットできちゃったんですけど、はい、これねメインヤカと2番目のアカウントね、ガシャ回したいと思います。一応火水木とね、あって、0.4 1% だ。あ、そうだ、まあ ZZZ 役割はいつも 1% だよね。はい、 1% で超アップにするっていう名前になってるのかな。超アップだね。 1% で超アップってすげえなっていうね、どんな日本語だよって感じはするけど、はい、ちょっとこちらね、ガシャ回していきましょう。で、一応これ3番目のアカウントなんでね、一番弱いアカウントなんでまあ見ての通り非常に弱いんですけど、取り巻きたちがねウォッチもないし、なんでまあちょっとこれのね火力程度はこのねガシャ終わった後最後お見せしたいなと思います。うん、おはじきちょっとなーっていう感じですね。はい、じゃあメインアカウント行ってガシャ回していきましょう。一応ね、現在の状況は3番目のアカウントね、41回の5回の元気能力ね、21個で11個ねドロップになってます。はい、じゃあちょっとメインアカいきます。結構いいドロップだね。はい、これメインアカウントで、こちらね39回の、これっちはね6回まで勝ってます。で、元気ドリンクは1個6の時使って16個なんで10、あ、これで交換できるか。これでね17個目。普通だと10個はね、交換とかログインボーナスなんで、17個ドロップなんだけど1個使ったから8個ドロップだね。ごめんね、8個ドロップになってます。これね、リツイートいい感じですよね。6000まで来ました。あとこれもね、ありがとうございます。もうみんな愛してるぜっていう感じですね。もう正直今回これのおかげでガシャ回せてますんで、頑張って書いてくれてますよ。もう最高だね。もうこれだけでもう今年は年を過ごせますね。ほんとありがたい。さあ、じゃあちょっとこのアカウントは10連回しましょう。3月買った攻略で、まあ正直ね、シンジ君がいてもおはじき無課金攻略やるのはかなり厳しいので、やっぱアスカをゲットするか次のね追加キャラをゲットするしかまあないのかなっていうね、今のところの元気ドリンク状況だとね。ただ Y ポイントはね、ほんと皆さんのおかげであるんで、まあ、次の追加なのか復刻もできるしありがたい。で、前回の時は金から出たんで、ちょっと金もね、はい、でとにかく特攻なら何でも積み上げたらね火力が上がっていくので、とにかく何でもいいから特攻を増やしたいですね。さあ来い、赤から来い。おお、 SSS シンジ君ですね。これはいい顔してるんで勇ましですね。はい、ドヨンとしたシンジ君は薄ら影影がありますね、まさにね。なるほどなるほどなるほどね。よいしょ、いいよ。おお、今回も金から来てくれました。ということでダブルシンジ君ゲットになりましたよ。いいね、これでとりあえず6は倒せそうですね。んで、いや、なんかあっさり来ちゃったけど、マジで時計じゃねえよ。素晴らしいな。ちょっとあんまり、とりあえず SS チップはシンジ君につけて、
SSS か。いやー、これでダブル特攻になりました。なんかね、安室さんのサーカー実は持ってたりして、結構コラボはいいねっていう話になってきましたね。合成か。じゃあ合成していきましょう。これや。いやー、嬉しいな。このどんよりしんじくん、うすらかげとガイウスのやり行っていいんですか。 1% 来ましたね。今年初かな、 1% の来たの、このアカウントは。いやー、しんじくん2回目ゲット。なんか私2回目も金から来たんで、ちょっとね、金いいんじゃないでしょうか。ということでダブルしんじくんゲットになりました。これ一応特攻、さっき見たけどあんま積み上がってないんですけど、ただね、こっちのメインアカの方はサーバーカよりはね、ちょっと強いというかマシなところもあるので、これはモロタですね。どうなんでしょう。まあちょっと元気よりか集めなきゃいけないけど、あ、このメガトン武蔵以来ですね、このアカウントは。ありがたいな。これで冬にゃんもいるし、種族効果、まあでも勇ましい弱いんすよ、見ての通り。まあでも種族効果アップ妖怪、ウィニャンサンタ未だに使って頑張れようかな。はい、そんな感じで。一応ね、最近イベントでほんとね、恵まれてなかったので、あのもうたんまりあるんですよ、必殺の秘伝書が。私にしては G もこんなにあるし、スキルもいっぱいあるからね。なんでちょっと奮発してシンジ君3個にしちゃうっていうね、なんかそんな感じで。はい、これでちょっとね、ダブルでいいね。ちょっとダブルだとさっきも言ったけど、ちょっとね、やっぱ勇ましいね、種族相性がね、あの限度と悪いので、ちょっとね、大ダメージあまり期待できないんだけど、メインアカウントの方はほんとね、あのウォッチもあるんでね。はい、いいね、いいね。これね、自分と父と向き合うことを決めるっていうね。はい、これでなんとか無課金攻略、どうでしょう、少しね道が開いたって感じですね。まあちょっと元気ドリンクね、頑張って落としたいなという感じですね。はい、これでシンジ君をゲットして回収と。でまたゲットするかもしれないんで、このシンジ君はね、温存して、そんで最後イベントの最後にね、出なかったら交換みたいな感じで。限界突破もね、あのイベントボスちゃんと倒せば、この辺ね、限界突破8までね、できるはずなんで、はい、これは、あ、7か、うん、これはチップだからね、はい、いいね、はい、ちょっと2番目のアカウントも、ちょっと楽しみになってきましたね。じゃあちょっと2番目のアカウントいきましょう。このアカウントでも元気ドリンクあんま落ちてないんだよな。CM で相変わらず出ないしね、ちょっと足りないんだよね、これだとね。はい、これ2番目のアカウントで、ちょっとね、2番目のアカウント間違えて元気ドリンク寝ぼけて使っちゃったんだよね。そうなんだよな、なんか間違えてお助けすると思ってやろうとしたら、そう、1個なくなっちゃった。お助けしようと思って5を使おうと思ったら自分を攻撃しようとしちゃって、でなんか寝ぼけてるうちに OK 押しちゃって、ちょっと元気ドリンクね、1個使っちゃって、間違えて使っちゃったんで、本当はね、10個ね、交換とログインボーナスなんで9個ドロップみたいですけど、1個使っちゃったんで10個ドロップですね。はい、ほんとね、寝ぼけて漢方みたいに間違えて使ったね。はい、じゃあ行きましょう。これも特攻はないので、ちょっとトリプルシンジ君もちょっとやってみたいね。あ、バカズキンチャンスだ。いやー、やったね、マジでやったね、忘れん坊チャンス。いきましょう。まあちょっとこのアカウントはワイポイントギリギリなんで、次の
来たーだ。来たーってもう確定だよね。これでトリプルシンジ君確定ですね。さあじゃあ行かせていただきます。でもあっちか、あっちのシンジ君かもしれないのか。槍じゃなくて槍だ。来た、トリプル槍ゲットになりました。3赤槍ゲット。これはアムロさん以来のトリプル ZZ ゲットになりましたね。いやー久々に来た見ましたね。ちょっとこれはいやー嘘じゃないっすよマジで。はい、ちょっとなんか動揺してるな。やっちゃいましたね。しかもさっきも言ったけど最近私イベント全然ダメだったんで、もうどのアカウントもね必殺の秘伝書、あこのアカウントはあれか。まあでも足りるよね、神もあるから。このアカウントは割とあれだったのか。ということでこれもねトリプルゲットになりますし、ダブルシンジ君持ちになりましたね。すごいなあ。これはニャンボで来たんだっけ、こいつ覚醒リュータ。そう、アムロさんね、アムロさん3赤持ってるんですよね。なんでちょっとね最後にこれねニャンボでカイラ来たしね去年は。じゃあ最後も合成で終わりにしましょうか。なるほどね、来ましたよついに。ただこのアカウントも勇ましが多分弱いっすね。ちょっとメンバーね、シンジ君強くするか。ちょっとこの辺 Y ポイントもないんでレベルもね上げられないので、という感じですね。このチップね両方ゲットできるチャンスがあるっていうのをねありがたいっすね。なるほどね、なるほど。 ZZ チップも Z チップも余ってるんだなこのアカウントな。そっか前回シンジ君ゲットしたからな。はい、じゃあ今回こんな感じにします。なんとねまさかの、あ最後ちょっとシンジ君ね3番目のアカウントちょっと軽く使わせていただいて、トリプルアタックはちょっとまた別途お見せしたいと思いますけどね。いやーやりましたね。またお会いしましょう。ちょっとシンジ君使ってみたわ。これあれだね、極円マンできるね。いやまさかトリプルシンジ君来るとは思わなかったな。ちょっとね火力は、あでも事前に取ってるからな。ちょっと火力はちょっとごめん、事前に取ってるからね、あのなんか3赤ゲットしてる体で取ってなくて、はい、ちょっとした火力は最後ねお見せしたらお見せできればと思います。はい、じゃあちょっとね普通にバトルの方で申し訳ないんですけど最後使っていきましょう。まあちょっとねメンバーが弱すぎる、技レベルが低すぎて正直ね弱いアカウントだとなんか普通に特攻なしの方が強いんじゃねえかっていう、なんかそんな感じがしますね。技レベル高い妖怪がこのサブアカないんですよ。だからこの弱さ、これで6倍でしょ、2万ぐらいのダメージだよね。ああでも2万3万いかないぐらいか。もちろんウォッチもないからさ、あんまり特攻なしと変わらないんじゃないのっていうね。それぐらいの火力だな。サブアカだときついね、バスレベルマックスであれだからね。ちょっとはい、そんな感じですね。まあ
元気ドリンク食べましょうかね。はい、そんな感じです。いやー、あ、でもレベルはもう一個いけるからあれですね、7000じゃ6倍して4万3000ぐらいかな、4万2000の4万5000ぐらいか。はい。